はじめまして。お願いします。なんて呼んだらいいですか？私、あやちゃんでお願いします。私、じゅんちゃんで。はい。私は、なわちゃんって呼んでください。はい。名字がなわなので。ああ、珍しい。そう、ね。よろしくお願いします。お願いします。はい。こちら、メニュー。ありがとうございます。はい。失礼します。イケメンだね。かっこいいよね。どう、ああいうタイプ。かっこいい、優しそう。うん、ね、優しそう。しかもすごい背高いしね。ね、かっこいい、背高い。そう、自分が低いから。背が高いポイントだよね。すごい背高い人にちょっとなんか好きになる。結構自分からいけるタイプ。好きになったら自分から連絡先聞いちゃう。本当に。え、これ結構こういうところでも？あ、でもちょっと最近は頑張って抑えてるんだけど。前はいいなと思ったらちょっとこっそり。本当に。羨ましい。どう？全然自分から行けなくて。あ、本当？結構なんか友達になるまでは全然結構仲良くなれるんだけど、告白ってなったら絶対自分から言えなくて。うん、でもなんか好きになると。好きっていう態度は出るんだけど、うんうん、なんか付き合ってくださいっていう最後のそこは絶対に自分から言ったことはないかな。私も絶対言えない、ね、うん、でもオーラ出せるのいいね。相手気づくでしょ。だから多分その相手から言ってくれる時も多分こっちが好きっていうのに気づいて言ってるかなって感じはする。言わせてる。自分でもすごいいいよね。いいよね。それ結構テクニックだよね。でもそしたら男性も自分からそうやって言い出したら、あ、俺のこと好きなんだと思うから言いやすいと思う。うん、でも本当になんか好き、普通になんとも思ってない人と好きな人にはなんか返事の仕方とか、あ、分かる分かる。なんかこうやってか全然意識しない人に呼ばれても、うん、うんってやるけど、なんか意識して呼ばれたらずっとこうやってなんかじゃ今度普通なんとも思ってない人になんか、うん、じゃあ今度どっか行こうよって言われたら普通にうんって返事するけど、なんかその好きって人に言われるともうなんか返事がうんってなる。なんか多分周りにもバレるし、バレちゃう、バレちゃう。なんか返事にハートがついてるみたいな、ね、絵文字とかも使っちゃうんじゃない？絵文字絶対。自分から行く？もう絶対に行けないの。でもなんか追いかけてみたいなと思うんだけど、ちょっとね勇気がない。失礼します。あやちゃんすごいモテテクニックとか持ってそうじゃない？なんか私は2人で食事に行ったら確実に落とせる感じ。何？なんか、いやだって2人なんだから他に女の子がいないわけでしょ、うんうん、ね、それで2人でいろいろ話して、やっぱり2人だと親密なお話とかにもなってくるから、悩んでたらなんか私に甘えていいんだよとか。あ、それをそのまま言うの？言う。そうするとやっぱり男の人って外で気張って仕事してる分、ね、なんか気の抜けるところがないから、そういうのを私に見せてくれてもいいんだよって言うと結構あっちが。そう、でもそれは言われたらね、嬉しいのかもしれないね。嬉しいしドキッとしちゃうよね。毎月朝からしなんだけど、本当に私がいろいろ行き詰まってて仕事のこととかですごい疲れちゃって、それでなんか久しぶりに会った彼とその居酒屋さんでなんかカウンターで、あの対面式ではなくてこうやって隣に座っててちょっとの間ちょっと借りていいっつって、そしたらなんかあっちもなんか守りたいと思ったって言ってくれて、やっぱ嬉しいよね。でも来てくれたらね。ある？なんかとりあえずはなんか、あ、こんな初めて来たとか。まあそう、あとはちょっとオーバーメニューな、何か知ってたりとかしても何か「何これすごい」とか「すごい」って言うんだよ。ちょっとご飯が来ただけでも「あ、すごい」。それ私でもできるかも。できる。本当に何かもう喜んで何かちょっと可愛く。何かね、私ね、うるさいところで「ん？」ってね、あ、聞こえてるのに聞こえてないんですよ。分かる分かる。好きな男の子の前では返事をするときは、え？とか、うんうん、
ゃなくて、んってちょっと上目遣いですそう、上目遣いで言うとか、うん、何でも例えばその恋愛だけじゃなくて、例えば何だろう、それカウンターとかでその書類もらう時も、うんうん、書類もらう時も両手の方がいいですよ、うんうんうん、何でも受け取る時も両手で、差し上げる時も両手だから手振る時も両手の方がいいんだ。えいちゃんバイバイみたいな、バイバイとか、あこっちいいんだかそう、やり慣れてるよね使いこなしてるよね両手か女の子って怖い怖いって言われる